ベニバナツメクサは豆科の多年草。日本では暑さに弱く夏に枯れるため一年生植物として扱われる。ストロベリーキャンドル、ストロベリートーチ、ベニバナツメグサ、クリムソンクローバー、オランダレンゲなどの別名を持つ。原産地はヨーロッパから西アジアあたりで日本へは明治時代に牧草として移入された。 高さは2 0トルから6 0トルほど。白爪草の仲間で春に茎を伸ばして先端に、計6ミリメートルから8ミリメートルほどの統地状の細長い濃い紅色の花をつけるため、その花姿からストロベリーキャンドルの名がついた。長径の花が円錐型に集まって咲くが、夏季は日本では4月から6月までと短い。葉は3枚の小葉からなる服用で、 誤生する。醤油は、先が浅くへこみ、両面に長い毛が生える。冬は、寒さに耐えるため、葉を低く、地面に這うように広げて越冬する。白い花の品種もある。緑皮植物として栽培されることもある。また、野生化するので一度栽培すると、翌年からは放置しておいても増える。日当たりと風通しが必要。水はけの良い場所を好む。 一旦根付くと乾燥にも強い。豆荷植物特有の根粒菌が根に生息し、窒素成分を合成できるため、緑皮として栽培されることもある。病害虫にも強いが、アブラムシ類や肌荷類がよく付くので注意した方が良い。横に広がるため、最低でも2 0トルから3 0トルは株間を取る。秋に種をまき、間引きを行う。花を咲かせるには、 ある程度の寒さを必要とするため、屋外で育てる。春巻きの場合、葉がよく茂るが前日の理由により、夏に枯れることがある。しかし寒さが厳しい地方では、春巻きにする。種を取る必要がない場合、火器が終わると、茎は切り落とす。そうすることで、株の消耗を防ぎ、火器が長くなる。肥料は少なめにする。AB、トライフォーリアムインカーナトゥーム L。 トラーピコス、2015年8月14日閲覧。ベニバナツメクサ、ユーリスト、AB 植物生態研究室。ベニバナツメクサ、岡山理科大学生物地球学部生物地球学科。2015年8月14日閲覧。ベニバナツメクサ、www.ata.rya.net i。2020年5月29日閲覧。ABCD、 優しい園芸ストロベリーキャンドル、ベニバナツメクサ、www.ata.rya.net2020 年5月29日閲覧。ありがとうございます。